朝から晩までしないと。何から何までしないと。あなたも私も。しないと。ちゃんとしないと。しないと。朝から晩までしないと。何から何までしないと。はい、こんばんは。こんばんは。はい、えー、本日も始まりました。ワイズバンクプレゼン。ちゃんとしないと。はい。20回目。 はい。なんか俺の、マイクちっちゃいな。マイクちっちゃい俺のね。はいはい。大丈夫はいはい。もう見てください。この20回目ということで、もう花がね、来てるんです。えまず、えーと、ワイズバンク様より。ありがとうございます。自分で出してるあとね、奥浜正樹さんからと、えっと、柿本博史さんからも届いてますね。すごい花が。いやー、すごいですね。つい20回ということで。 でもラジオで花がいっぱいきてますってかんないんじゃない <laughs> いあのウェブでーユーストリームとかで見ていただいている方は花がすごいきてるなっていう感じが伝わってると思うんですけど、はいあのー、今回20回目ということでいつもの番組構成と変えましてですね、はいあのー、リスナーの方に、はいあのー、生電話を生電話、はい、してみたいなと。 いいねはい、でまああのー、一応クイズを出します、うん、あのー、今日何回目の放送ですかあ<ー>というのを聞いて聞きますんで難しい質問だね僕、はい、が20回目と、うん、もし答えていただいた方にはえっ、ー、とあのー、豪華商品<お>あの番号を選んでいただいて、うん、豪華商品が当たるというなるほどリスナー還元をやってみたいなとな,なるほど いいんじゃないですかね。これのりちゃんが電車に乗ってて電話取るのかね。なんかかけます。<laughs> あの。最初のりちゃんです。それと、<laughs> あの。あとですね。リスナーの方で。はい、あの、今聞いたか。ね、はい。あの、この。F. M. 技能案のメール。なんだっ。一応読む。一応読まない九七。アットマーク。F. M. 技能案。ドットコム。うん。まあ、ユーストとかには出てるんで。はい。 それにあの電話番号を送っていただけたら電話番号とラジオネームぐらいはラジオネームいただいたら、こちらから折り返しかけます。うん、であの、取っていただいて、うん、クイズの答えを言っていただければ、ご賞、うん、品,品が当たるかもしれないということで。いいですかね。<laughs> そういえば、俺の,あのカランカランのベル、どこ行ったの、あのー、あっちならなの左にある。ああったったはい、すいません。でですね、えっ、ー、と、一応。 今、震災ね、いろいろ大変な中で、こんなラジオやっていいのかとあるかもしれないですけど、われわれはわれわれらしくいきましょうということで、わかりました。いいですそもそも俺の格好が、俺も誰と話してるか、ちょっとよく分かってないんですどそういう話がしづらい格好なんで、いいですかね早速、ちょっと誰かかけてみますか、誰かっていうか、もう、のりちゃんです。いきなり どうすのじゃ何すんんなか最初はちょっと記事やるとか言わなかったあこれはもういきなり余ったらい誰も取ってくれなかったら記事やるんで早速じゃあちょっとあもう正木さんからこれ線繋がってないから意味ないと思うよあれなんか聞いてきた方がいいとああそうですね一応あのあとのりちゃんとあのりちゃんとだけはやろうはいやっときましょうねまあええこんばんはとやっぱ熊本の震災の まあ心よりお見舞い申し上げますということでまあ熊本の在住の友人もいてフェイスブックを通じて安否確認することができましたということでまああのただ一方でね空き巣とか強盗とかリフォーム詐欺などの被害も発生してるんでまあこれは決して許される行為ではありませんちゃんとの域を超えてますということで。まああのー テレビやインターネットを通じての情報ばかりで現場は想像を超えた苦難があるかと思いますがいちいち早く地震が収まり平穏な日々が訪れるように心からお祈りいたしますということでまあねあのいろいろ今何かやったら不謹慎って言われたり何、うん、かこうやってみたら今度は便炎上とか。 いいろろありますね人のこといいんじゃないと思うんですね、もう自分ができることね、堀ンさんとかは別に自分たちの生活をきちっとやって、会社なら会社で稼いで税金を納めなさいと、そういう考えもあるし、行って何かできる人がいればやってほしいし、おのおのね、しっかり自分ができることをやっていただきたいなということで、電話の準備いいんですかね、電話の音がこれいいんですだって。電電話話かかけ生だらのちゃんきますよははいい のりちゃんでしょ最初はのりちゃんだと思う、はいますこれ仕込みなしですからね一応リスナーの方にもにま,まるっきりドッキリ仕掛けなんであっか,かってる分かってる分かって,ってあもしもしはいあのりちゃんですかはい <laughs> あのー、ち,ゃちゃんとしないとなんですけどはいこんばんはあっ <laughs> てて今ラジオ聞いてました はい、急いで。すごいやっぱりもう、愛すべきのりちゃん、愛が欲しかったからね。じゃあ、早速、ちょっと一回クイズ。今、ど、どこですか横浜今は、藤沢のおにいます。ああ、おうち。なんか、藤沢。インストリムで見てました。ああ、すごい、こういうのやりたかった。じゃあ、ちょっと、彼氏に変わってもらっていいよ、今あれあ、あ、あ本当に嫌で。いるかいないかわからんから、ごめん、ちょっと聞いてみて。すいません、じゃあ、あの、 クイズいいですかねはい。なって、俺が聞くのうん。えっと、ちゃんとしないとは今日で何回目の放送でしょうか ?20 回目おめでとうございますありがとうございますおめでとうございますよくわかったね、回数。じゃあ、あの、1番から9番まであるんですけど、はい。好きな番号。から9番まで好きな番号。 いってください。五番。五番。五番。でででででで。カープールレンオリジナルコースター十枚。当たりでしょう。これ。これ送りますね。これ。で、はい。これでコーヒー飲んだり、コーヒー飲んだり、黒きり飲んだり。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。本当に、あの、心強く。 ちゃんとのコーーナあいえ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 この先まだ続きますんでまた聞いてください懲りずにメールもお待ちしてますはいはいじゃあねはいありがとうございますありがとうございますすごいちゃんとなったちゃんとできたよすごいよこんなことできるんだなやっぱのりちゃんすごいなちゃんと聞いてたね次次は誰いくの うんいいよ、はい、お任せますいやじゃあ大賃大賃も聞いてくれてるからね、はい、もう絶対今日のラジオみんな聞いてくれないメール来てるかもよ直し見てて直しはまたメール見てねこっちでも見れるから俺たまに見てくよね今ちょっと電話しますよメールまだ来てないです <laughs> これ相手の声がちょっとちっちゃかったかもねさっきうんえ。でも聞こえてると思う聞こえた これ何コールとかあ、もしもし大臣さんですかテンションが低い。えあの、FM 機のあの、ちゃんとしないとですけれども。おー、こんばんは。こんばんは。聞いてたのかなあれ、聞いてました、ラジオ。ラジオ聞いてないです。 ひどいひどいな。あとで、あとでインストリームで聞きます。あ、あとで、今生放送中で流れてるんですけど。本当ですかはい。本当、今どこですか今、実家にいます。あ、実家にあ、なんか那覇の方ではないんですね。あ、那覇では、那覇ではない。聞いてないがかちゃんと実家にいます。ちゃんと実家にいます。あの、クイズに答えて商品豪華、商品ゲットなんですけど。ああ、いいですかあ、はい。 今日でちゃんとしないとは、放送何回目でしょうか今日で、12回目です。あぶー切っていいよ、もう。残念でした。<laughs> なんて12回目でした <laughs> ひどいね、8回分どっかやったね、今。全然聞いてないし、間違ったし。<laughs> <注>やっぱ知り合いでも突然電話するとアドリブ効かんねん <laughs> 面白いねああ面白いでも確実にみんな撮ってくれてるからなんでこんな遅い時間のに電話撮ってくれるのかねやっぱり誰かなっていうのがあったねあいや花ちゃんえれないっすよまずはそうだねいつも聞いていただいてるんで寝る前にんう時間大丈夫あるからまあゆっくりそうなのいおいおい <laughs> あ話中ですああすごい生っぽい <laughs> 生っぽいね, <laughs> ぽいね確かにのりちゃんがえりなに電話来るかもよって電話してるかもしれない,れないちょっと一回飛ばしであじゃあ花ちゃんにしてみようか、うん、花ちゃんあれでしょこのオープニングの歌を歌ってくださってる素敵な <laughs> でも今お店が営業中だからそうだね電話出れないと思いますけどでも逆にちょっと空いてたりしたら 直し絶対間違えんのよ番号 <laughs> はい近所ですけどとか <laughs> もうどうしていいか分からないよね何コール ?5 コールねうんもうこれ取らないでしょお客さんとかも取とらんかなあと2回あと2回 2> だってこれ個人の携帯だからうんいけるよ、はい、残念でしたは<ー>なちゃーんとは <laughs> なちゃんんとどうしようか通ね 常は大,、まあ、大分にいてちょっと大丈夫かなんかなネーはのところは大丈夫だったのおうちは大丈夫って言ってたから、うん、かけてみようか、ん、そうだねあでものりちゃん聞いてたのすごいね <laughs> 嬉しいねそして正解を出してくれるうね <laughs> 完璧な流れ、ね、今次は常さんはい今日県外から聞いていただいてるあ今日は夜勤かもしれない ああ生っぽい生っぽいこれよくあるよねなんかね生っぽいなどうするエリナもう一回やってみるうんそうだよ、ね、でも誰と話しこんな時間に話しいえ直しが押し間違えたかもしれない,い本当にあに直しゆっくりね間違えないで、ね、一応確かめてかけないと本当に近所さんとか出たらびっくりするから絶対こんなラジオ聞かない今日の放送聞かない人多いはもういいの 今日本当すいません、来週聞いてください、また。いやいやいや、逆にメール、ま、ほら、なんか、あれだ、知らない番号を取らない設定だ、これ、着去みたいな。あ,あそうなんかな。瀬あのメールアドレスとまた、電話番号を送ってくださいって言っといて。そうだね、<laughs> 言っいてって。<laughs> はい、すみません、あの続々あの、プレゼント、まだまだあるので、えー、797だったよね、797アットマーク、f m g ドッ c o m まで。 えー、ラジオネームと、あそうだ、大沼さんの番号、電話番号、あ大沼さん、大沼さんか、けよう、おこれ誰これ、純ちゃんですね。あゅ純ちゃん、うらそいし、純ちゃんもフェイスブックにいいねくれますけど、あこれ、だめなパターンですね、じゃんのもう酔っ払ってるのかもしれない、水曜日で、みんな、携帯、何のために携帯してるのかな。<laughs> 大沼さん言ってみよう大沼さんだって大沼さんあれだよあのー、カープールに協賛してくれたし、ね、僕も今会社の方でシステム作っていただいてとてもお世話になってますんで今日カープ負けたからね徳ちゃんあ、ね、これもまた着去みたいな感じで1秒で切れたそんなみんなそんな設定するのどういう設定なんだろうねあでもなんか不在着信ってこれ何これ見てどっかから買ってきたコールバック フォルバック。あ、すごい、かけ、かけ直しちゃってる。さすが真面目だね。さすが真面目だね。あ、もし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 ちゃん、ちゃんとしないとの、奥浜ですけれど。あ、どうも、こんばんは。ジュンちゃん。これ今、すごい感がするぞ出てますよ出てますよジュンちゃん、今、大丈夫です。電話大丈夫ですかあ、どうも。大丈夫です。大丈夫です。今、どこですか うちでですすよそうねちょっとクイズに答えて豪華商品が当たるということなんですけどちゃんとしないと今日で放送何回目でしょうかああフェイスブックで見ました20回目ありがとうございますちょっとフェイスブックで見たっていうのは今しょうがないおめでとうございますじゃあおめでとうございますありがとうございます

<laughs> すごいちゃんと成り立ってるよ、いいよ、いいよ、みんなリスナーに歓迎、どうぞ、圭一郎やってみる <laughs> 大丈夫かな放送できそうになかったらすぐ切ってよ、切ろうね,ね回場所をまず聞いてから。<laughs> <laughs> 場所を <laughs> 場所聞いてからがいい<し>さあ、結構、Facebook って見るんだね、ねみんな。嬉しいね。あ、これは無理じゃない、サンコール。 知らない番号だからそらないどね。うん、ね徳ちゃんね。すぐ取りそうだよね。ただいま電話に電話しますた。<laughs> <laughs> いいね、リアルは。リアル。どうする大沼さんかけて、大沼さん。大沼さんさっきかけたけど、切れた。大沼さんかけたんか。あの切れるっていうか、はい、まだ他にもリスク。北林さん。あ最近ちょっと反応がないんだけどね。来てるかな。うん すごいラジオだなこんなシーってしたらダメだから早くなしゃべってああそうですねとりあえず一回これいったら CM 行こうか OK ねまだ景品たくさんあるからねあと7つあと7つあるんでもしもしではもしもし北林さんですか北林ですお疲れ様ですなんで分かってんのこれちゃんとしないえっああちゃんとしないちゃんとじゃないから じゃあ今、ラジオ放送中なんですけど、はい、あの、聞いてたの聞いてたの今、ラジオ。いや、聞いてない方です。全然聞かれてないけど、俺の声で分かったってことはい、そうです。今、ラジオ出てるよ今、ラジオ出てるよ、これ。生放送で電話してます。生電話です。今、塾の生徒いない、大丈夫じゃあ、います。じゃあ、ちょっと早めに。あの、ちょっとクイズに答えて、豪華商品が当たるみたいなんですけど、 えっと、ちゃんとしないと、きょ今日で放送、何回目でしょうか ?20 回目。わー、すごいーなんで分かったのえっと、大体、あれですね、いやいや、いいあっ、さすが、熟講師は違うな、の読みが素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、早速、プレゼント、えっと、3番と5番以外で、1番から9番まであります。 好きな番号をどうぞ。7番お願いします。お、ほど。お、これもいいのですね。これ、これ、いいはい。避難こカード100枚。伝えてあげて、ちゃんと。あの、防災のカードなんで。あはい。ありがとうございます。生徒に配ってください。生徒にプレゼントできるから。あの、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 すごい。いいよ。正解者、どんな一回じゃあ、ちょっと休憩したいんで、1分 CM 行きます。はい。はい、CM。CM はいい。いいね。来てるね。鉄郎って誰横浜って。鉄郎じゃない、もしかしたら。あっ、けて、はい。聞いてる誰も知らんの ?4354? いや、番号はわかるけど、書いてないんでしょ。かけようがないさ。まさきわわかかんないるけど 外れた場合怖い。あなるほど。横浜に映ったのかな。せっ,っかくここに来てくれてるからかけたい、ね、メール返信したらいいさ。直し携帯番号送ってくださいって。送て直しの仕事だろうなんで俺にそうです。あと何人いる？えもうかける人いないよ一人ぐらいしか。そう<嘘>。なんか直しにくれとかなんか。んかあいや,いやそうじゃなくてメールで返信しておけばいい。メール FM ギノワンまでちょうだいって。返信したらいいさ。 これ、なんですぐ話中になったの分かんない、もう一回、えりなのはかかるんじゃないあれ、本当に話中かもよ。はい、電話、はい、ですけど、はい、あと何名かかける人います<え>へへじゃないでしょ。ちょっと、この携帯じゃないから、触りづらい。うん、これはあの、ラジオ局の番号で、一応、090-3015-0797からかかります。番号,あ番号で、電話がね、うん、ね。 メールの方は797アットマーク FM 技能ワンあ音あほらやっぱ通話1秒で切れるれああえエリナさんもはいじゃあもうかけるしない全員かけたあじゃああと1人多賀さんにかけてみる、はい、うんあ芳賀さんあっ芳賀さんの番号芳賀,賀さんねさん当聞いてくれてるかもしれないですけど番号が誰もわからないっていう <laughs> フェイスブックとかでやり取りする本当に友達かそれいやいやフェイスブックとかでやり取りしてるからお あこれはかかる音がすごい接触は大丈夫ちょっとちょっとコールオンがあの厳しい向こうがそういう設定にしてるかもしれないそんな設定ない <laughs> はい電話番号終わりました終わりましたはい <laughs> ちょっと,ょっとあのいつもの,のメール待ちで少しこんなこともあろうかも,もう一回だけメール またもう言いすぎたか結構言ってるよさっき言って悲しくなってくるからなんだから誰も聞いてないじゃんって言われたらプレゼント当たるのに誰もメール返ってもう逆にこの番号言ってこの番号にかけた人にすぐ折り返して当てよう一応さっきも言ったけどもう一回番号だけ言っとくじゃロ09030150797まで今電話もらえればあの まだ豪華商品残ってますんでということでちょっと時間もあるんでいつものコーナー週間ちゃんと少しやりたいと思いますどれからいこうかな一番ちょっと気になった記事いやいやいやあれがいいでしょ文化財報告野菜がいいでしょえ野菜野菜野菜ちゃんと言えるこれまずコーナーをスタートさせないと。 じゃあいきます。週刊ちゃんと20回特別バージョン <laughs> はい、ということで、<laughs> エコえエコがすごい <laughs> えっとね、7月19日、琉球新報、那覇鍵盤、えー、麺、えー、野菜食べ、チューバーにということで、 えー、那覇市の農家が生産した野菜を市立保育所7園に提供するイベントエンジェルフードの日の食材贈呈式が13日市役所で行われたと、えー、で贈呈式では市内の J 沖縄3支店が3園の園児らに島人参やチンゲンサイなど5種類の野菜を贈呈14日は各園で農家との交流もあり園児らは贈られた野菜を使った給食を味わったということこれどうですか ちゃんとしてる <laughs> 普通かしなこ,れこれね、はい、食べチューバー <laughs> まあ見出しもう一回なん <laughs> な見出しなんだ野菜食べチューバーにこの見出しを見て、はい、みんなこの YouTuber になると思ったんですよねそう俺はこれ見てあの食べチューバーっていうことだから <laughs> 食べてる要素を YouTube にアップしたんだなと思ってアドレスを探したら <laughs> えっと、食べてチューバーになるっていう話でしたんでそ<う>あそっちねっていう話になったんですよ確かにほ温度の人はチューバーって言わんもんね言わない、あのー、初めて聞いたっていうか言わないです、はい、食べチューバーだと思いました <laughs> って、はいう話 <laughs> だからこれ選んだらこうなるでしょまあまあまあでも面白いなと思って、はい、それより1個ちょっと言っときたいのあるでしょこれあそうなの、はい、同じ面から、えー、19日ですね、えー、文化財報告書来月全巻 全観光へとということで未観光問題、市が方針、これは先週ですかね、ラジオでもやった、全然お金はもらってたのに発行してなかったという件なんですけど、の族で。 那覇市の埋蔵文化調査報告書14件が専門員の執筆遅れで未,未観光状態となっている問題で市は13日5月までに全報告書の執筆を完了し観光する方針を定例記者会見で示したと今,回今月は3件を観光予定で印刷業者と調整を行っているということでこれどうですかちゃんとちゃんとだねてかできるじゃんっていう話、ね <laughs> <laughs> すごい大問題で、ね、14年間、はい、2300万近く支払,万 5, 支払って1回も発刊せず、はい、で問題が発覚したら、はい、たったの2か月で「わ、はいはい、かりましたじゃあ印刷します、ね」<laughs> <laughs> ひどい話だよね本当にこれはもう那覇市のその印刷の,その入札資格も2年間ぐらいはうん、うん 登録禁止でしょだよねでこれもなんかいろいろ一応業者一軒なのかなと思ったらいろいろ情報によるといくつかあるだろうとみたいなどういつ那覇市は公表するんだっていう,そう,そうなんかあれでしょ一応正きさんはいやうちは入ってないしそんな仕事も受注もしてないしちゃんと那覇市議どっかの那覇市議さんにあどうなってんだって担当したんでしょブログに調べますって言ってくれてるで、ね、でもちゃんとしてるねその調べてる。 そんんんなな議員さもいるだちゃんと公表すべきだよね、もしかしたら追加で費用が出るかもしれない。出るわけないでしょ。だって紙代が上がったからだめでしょって話だよね。そんなの聞き入れるなって話だけどね。本本本当当当にににということで、ちょっとこの2件で終わりまして時間もあっという間に5時4分に。あんなに商品、ちょっとあの BM じゃないの他にもあったのににもあったんで。ちょっとし くどんなのがいワイズバンクさんがいろいろ頑張ってくれてオリジナル T シャツとかああのりちゃん欲しかったかもねどこがパッとくる2000円券あいいえ印刷30%オフとかね三振パッとくる半額券とかねすごいなってオリジナルステッカー10枚とかうんスタンプ5個あこれももしかしたら欲しかったかもしれないこれまた続 30回,30回記念でまた持ち越しということではいじゃあこのコーナーはあの抜,抜かすわけにはいきませんので <laughs> いきます大人のお手上わ<ー>早速いきます、えー、かくれんぼクラブ安心してください2部屋だけ空いてますわお<ー>結構あれ来てますね次ウォーターホテル安心してください4部屋空いてます ホテルエンゼル結構空いてますエンルが結構空いてるみたいですよ、皆さん。でも、かくれんぼはお急ぎください、2部屋ですよ、あと2部屋ですよということで、向こうでは20回記念、何も得点ないですからね、あるかもしれんよ、何回記念ですかって、20回もできんしね、そういう話じゃないよね、本当はここも生電話してもいいかなと思って、ちょっと、それはまた次回のお楽しみで。したか 特別番組でも<や>意外とちゃんと取ってこう答えてくれたっていうのはうだ,、ね、だって3名ちゃんと正解を発表したんですよ、うん、1>, あの1人を除いては <laughs> 12回っていうひどい回答がありましたけど <laughs> <laughs>、はい、ということで、まあ、このコーナーも最後の曲もね飛ばすわけにはいきませんので <laughs> <あ>のこのラジオ <laughs> 今日から聞いた人も何のことかもう絶対ファンにならんなこれやばいないいいいいそこはもう自己満足なんですけどね、はい、じゃあ曲ね最後お送りして終わりたいと思いますはい

時間あ、戻ってこないいっぱい輝ける日 <laughs> やばいよこの街で迎えたい <laughs> いっぱい歌が変わってるやばいあれあんなに練習したのに <laughs> っおいし結果これ <laughs> やばいお,お俺一時間 YouTube 見て練習したんだよ <laughs> 遠くほら、今 「ここの頃になると <laughs>」<laughs>